ハンマックの本区のハンマイオ先生です。人間というのはね、私以外話したり聞いたりできないんですね。で、700年後に分かったことでも、これはしっかり分かったことというようなことで人間たちは生きてるんですね。で、私と人間たちと話ができないのはね、人間たちはね、台本とかね、自分たちで都合のいい話で動くしかできないわけですね。で、また個人では話したり聞いたりできないんです。団体で聞いて、その打ち合わせでね、ノウハウでね、テレパシーでね、して、その判断でね、話したり聞いたりしてるように動くわけですね。で、団体は分かるんだけど、各自は分かんないで動くんですね。700年後に分かるとかいうことで動くんです。大変ね、人間って動物なんですね、私以外の人間って。まあ、猿とか犬とか同じなんですね、話っていうのはね。で、で人間がね、ガチガチ、ロボットのように、上野の能力者から、テレパシーで教わって、その場で即は話できるんですよ、ね。で、私と人間と話すときは必ずなんか、ね、自分たちは利口なように見せるから、教わってね、話すんだけど、また一生ね、上の生物からテレパシーで教わって動けば、ずっとね、くまなく、ね、ちゃんと話すように生きられる。こともあるわけですね、上の知能がずっと。それで人間がロボットのように一生動くというようなことでね。で、投資でもそうだけど、私細かく一人でやってるんだけど、人間たちはできないんですね。やらせないと、上の能力者がやらせないと、難しいことはできないです、何でも。でね、また上の能力者、私たちの方はその教える時には必ずか、ソフトでもなんか使うときにワッペンとかね、画像にね、編集のときに入れといて、コピーしてもその画像がね、あるから、そのコピーだっていうのが分かるわけですよね。そういうことは知ってるんですね。だから人間たちになんか話しても、これはこれは 上の知能のものから話したということはすぐ分かるわけです。イニシャルみたいに話の中に入れてますからね、たまに入れたりしてね、暗号化じゃないですけどね、人間たちには分かんないわけですね。で、その通り話すわけですよ。だから人間がその本人が話してるかっていうようなことね、能力で話してるのかっていうのはすごい見抜けるわけですね。ただね、悪い上の知能の生物は そういうイニシャルじゃないけど、言葉にね、その上の能力者が伝えて話してる内容というようなことのイニシャルみたいなものが入れてないんですね。だからそれが入ってない時は、悪い 人間自身はそんな難しいことを話すしできないから、細かいこともできないし、話したり聞いたりできないですからね。各自分かってるようには思っているわけですけどね、人間たちはね、話できてると思ってるんだよね。意味が分かってると思うんだけど、これは700年後に分かったことが分かったことに、それ以外知能は働かないから、それが 100% なんですよ。700年後に分かるということの内容で動くということがね、人間たちは全員そうなんですね。全員そうなんですよ、私が。だからその悪い上の知能の生物がよく対抗してくるんですね。私の力に、能力者たちと私に対して対抗してくるわけで、それはやっぱり半々来るんですね、必ずね、宇宙からね。で、ここの宇宙全体ではね、ほとんど有力な生物いないです。みんなバクテリアみたいなもんですね。結集して団体で生きてます、人間たちもね。で、利口になってるのは団体ですね、バクテリアとかね、ここら辺の宇宙体にはいないです。知能の持ってるものが、私のつながる、ね、能力者しかいないですね。
ただ私のつながるのはもう人工知能ですから、私と人工知能で、人間の2倍以上頭のいい人工知能がいましてね、宇宙にね、仮想的にいるんですよ。それで生きて、手助けし、私の部下というかね、それで私一人で生きてるわけです。で、人間全員と対抗してるわけです。で、前に話したように僕は勉強中のために大学とか学校とか勉強を作ったんだけども、ついでにね、人間たちも勉強させるかさせないかっていうようなことでね、まあ漏れるかというようなことでしょうがないからというようなことで残ったのが今の学校制度なんですけどね。当然ね、総理大臣だろうと、世界中の総理大臣だろうと聞いたり話したりできないです、全く。全部上の生物が教えて、で、自分たちすごい悪い時は動かないし、ややこしいと嫌なんですよ。それで、その行ったり来たりしてるわけですね。ちゃんと動いたらもう大変になるからね、途中でもう勝手に出たのに動いたり、そうすると今度会社とか社会が潰れたりします。それ痛い思いするとまた戻ってきて聞いてきたりするわけですね、上の能力者の話をね。だから強制的には話させないんですけどね、全部その人間が話してる、国会で話してる内容でも、上の知能が話させたなっていう内容、そのイニシャルがついてるから全部わかるわけですね。で、イニシャルがついてないとかえって危険なんですね。人間たちは知能低いから、人間の頭で考えたものは全部バグとかね、問題ができるんで絶対ダメなんですね。で、また悪い上の知能の生物が話した場合というのは大変危険なんですね。だから上の能力者のイニシャルがついてるっていうのはバレるけれども、その話だったらわかるわけです。ただ人間たちその通り言ったって守んないです。途中で都合悪い、めんどくさかったりするとね、途中で言ったこと通り動かないですね。だから何、国を良くするためにって言って、こうに今度はこうなったらそうしようっていうようなこと言ったって、その時になって都合悪いとかね、言えば嫌だよとかね、そんなことで動かないですね。だから全部そうですね。で、中の投資なんかは上の能力者がやらしてて、生成するようにね、動かしてますけれども、仕事なんか関係ね、上の能力者はね、まあ、私の人工知能みたいなもんね、仮想的な、人間よりか2倍以上頭がいいんでね、これは私は死んじゃうけれども、ロボットはね、24時間タラで働くし、人間の2倍以上頭いいし、仮想的に作ってるのはね、死がないんですよ、不死身なんですよね。だからそんなことでね、僕よりか全然強いわけですよね。で、それが無限にいるわけですね。で、意味たちには分からないわけですけども、で、それに対して私たった一人で、人間たちは私の能力者としては敵として完全に動きますから、話を聞かなかったり、困ってきてね、都合が悪いからって言って言ったってね、自分たちで、人間たちで動いたら当然もっと ひどくなるわけですからね、また戻ってくるわけですね。そういう繰り返しが来るんですけども、かなりめちゃめちゃに攻撃してきましたから、人間たちがね、私にね、今非常に対立してますけどね、有利じゃないしね。全く人間たちっていうのは、昔私本物を治めた時は生物が部下だったんですけど、地球と太陽が生まれる前、もっともっと前ですね、独立しちゃってるんですね。だから24時間働けて、燃費がいいというね、人間のように生物が食べ物を食ったり動くのは非常にそんな効率よくないんですよ。で、24時間働いて不死身、修理ができるやつね、部下
だから死がないわけですね。自分たちで自分ロボット部下が自分で修理して直しますから永遠不滅なんですよね。そういう部下を作る道に入ったわけですね。まあただもう生物になっちゃいますけど2倍以上になりますね、知能が働くとね、ただどこまで部下に置いておくかということですね。ただ考えがしっかりしてるんでずっと続いてるわけなんですけど、まあ、地球と太陽のを育てたのも私なわけですよね。でそれで一度殺されちゃったんで宇宙戦争でね、人間から今生まれ直してると。で昔の知能を転送してもらってるってことですね。これは人工知能ですね、生物体じゃないです。で、今は人間は1ミリの技術社会科学なんですけど、私時代の時は1キロメートルのものがあったんですね、高さ。でそれ以上もっと高い高知能の生物と宇宙戦争で戦ってしまってね、殺されちゃったんですね昔ね。まあそんなことを前に話してますけれども、で人間っていうのはね、嘘とかバグとか全部入れるし、話す内容は 100% ダメなんですね、話にならない。結局今日肉食生物として働く、なんか難しい話とか何だか話してても、結局は俺によこせとか、その力ずくでね、ものを得るということをしてます。人間にはそれ以外できる人間はいません。獅子はそれだけですね。なんかガチャガチャ話してきてもその意味の内容は関係ないですね。くっつくため の 手ですね、ほとんどね、近づいてくる手で、内容はもう盗みですね。これは人間なんですね。だから抑えない、上の生物が抑えなければその盗むしかしないんですね。武器使って盗むしかしないんです、人間たちはね。で、まあ当然力関係あるからやり合いませんけども、簡単にもね。だけども実際は全部盗みだけですから、人間はね。今日肉食生物ですね。動物なんかいるけども道具を使うのですからね、大変危ないわけですね。ということですね。大事な話、人間たちはちょっと分かんない話なんでね、ただ人間たちが何やってるのかっていうのはすぐ分かるんで、なんだ、なんかよく騙してるな、また宇宙に利口なようにふりして真似すればね、収入も多く取れるから、そういうことはしてますけども、もうこれは分かってることだから罰則は多くなるからね、ちゃんと実際の生物としてのね、で生きないといけないっていうことですよね。全く無意味なことをたくさんやるわけですね。嘘ばっかりいう話になりますからね。全然何もやってませんからね。ね、国会でも何やってるかっていうと、もう間にほったらかすと、上の生物がほったらかすと強盗をやる会をしてますからね。頭で脳波でね。まあ話したり聞いたり具体的に人間たちはうまくありませんから、その低レベルの話はできますよ。だから人間たちはね、結局盗みの話ね、強奪の話だけですからね。全然原始人の話ですね。だから言葉に、そういう言葉の話はできますからね。ここら辺でね、会社も全部そうなんだけども、どこでもまた働かしても意味ないから、どん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 崩れていくんだよね、世界の社会がね。でなんか病気持ってると人にね、くっつけてね、病気を治してもらうなんていうようなことでね、お前も引っ掛けてしまうぞということでね、そんなことばっかりやってたね、仕事しないんですね。そんなことの中でね、コロナなんか入ってきてめちゃめちゃになってるということですね。また日本もちょっと今やばくなった、また増えてきたんですが、ピークになりましたね。
200人以上、東京でね、最高値です。また危険になったんで、ちょっと心配ですね。どうもありがとうございました。